平野紫耀とジングージユタがコミュニティに笑顔をもたらす姿にファン歓喜。皆さん、こんにちは。今回はナンバー、愛の平野紫耀さんとジングージユタさんのインスタグラムエピソードに焦点を当て、その社会的影響について考えてみたいと思います。彼らがどのようにファンとコミュニケーションし、交流するのかについて、新たな側面を探っていきます。まずは27歳の誕生日を迎えた平野のジョークに注目だ。 平野は神宮寺のスマホで勝手に自撮りしたことを告白し、ついに神のスマホで撮っていたことがバレたみたいで、とコメントしたが、神宮寺によれば驚きの自撮り写真が30枚以上保存されており、ファンからは、いたずらっ子の翔くんと知り合えて嬉しいです。この出来事は彼らの関係に新たな魅力を加えた。ファンからは、かわいい、ずっと一緒にいようね、などのコメントが寄せられた、とコミュニティ全体が楽しい雰囲気に包まれます。 神宮寺が公開した平野の変顔時撮り写真には、ケーキやパーティーハットなどのアイコンと共に、27歳おめでとう。みんなでお祝いしましょう。ユうタよりのメッセージが添えられている。これは神宮寺のスマートフォンを使ったジョークで、神宮寺は、30枚くらい写真を撮られていてびっくりしましたとコメント。ファンからは、神君が見つけたら会いたい。紫輝君が笑って幸せな日々を送れますようにと、平野のいたずらに喜ぶ声が続出。 頑張ってね、が広がっている。また、ファン仲間からのコメントも注目を集めている。平野の27歳の誕生日お祝いメッセージには、紫輝くん、いつも私を離れずにそばにいてくれて本当にありがとう。大切なお母さんをいつまでも大切にしてねと書かれていた。これは彼女のアイドルに対する深い愛情を示しています。このエピソードを通じて、 ヒラの仕様と神宮寺雄太のコミュニティやファンとの絆がさらに強まったことがわかる。彼らのユニークなやりとりはファンにとって刺激的な瞬間であり、アイドルとファンの関係はさらに深まります。最後になりますが、翔くん、神くん、そしてファンの皆様にこれからも素晴らしい瞬間がたくさん訪れますように、彼らの笑顔はコミュニティ全体に幸福と喜びをもたらします。